今回はまあこの電車になるかなと、思うんですが、まあ、これはですね、おそらく E3 系の1000万台だと思います。でこれは、東京から山形新幹線翼ですね。で7両編成と、でデビューは平成11年、1991年12月で那須野にもなりますということらしいですね。まあなかなかこの電車もね、今とはまたこう違ったね、今走ってたのとか今とは違ったじゃない、今とは同じなのかちょっと分かりません。今はもう同じじゃない、走ってんのかどうかちょっと分からないんですが、まあ昔確かに東京に、旅行で行った時、電車でね行ったんですけども、まあその時確かこの電車走ってましたね。まあ何しろね、まあ千葉県というのは新幹線というのがない県なのでね、まあそういった人間からするとまあ珍しいって言えばね、まあ、珍しいって言ったって、まあ、東京に住んでる人からすれば、毎日見かけるもんですから、そんなに珍しいってもんじゃないかもしれないですけど、まあなかなかね面白いというか、まあそういったところがあってなかなかいいなっていうふうにね、感じた、まあそういう電車でした。それで印象に残っていましたね。記憶なんかどっか片隅に残ってたんだよね。ということはやっぱり車好きっていうのもやっぱどことなんかやっぱりなんかそのなんて言うんだろうな、電車好きの人の気持ちが分かるような、なんて言うんだろうなそういった、素質というか要素というか、そういったものを持ってるのかもしれないですね。まあなかなかこれもこれでね、なんて言うのかな、良いなっていうふうに感じた電車ではないかなという感じです。というわけでね、本日はどうもありがとうございました。